はい、暗号通貨ニュースになります。今日はね、注目のニュースちょっと2つぐらいありますね。1つはですね、イランなんですよ。イランが国の収入源を増やすために仮想通貨法案を早期させるということなんですよ。この仮想通貨法案が、まあ、成立していくと、イランという国では仮想通貨が何らかの形でね、国の裏付けをもとに使えていくってことになりますので、規制の続く中国、アメリカに代わってですね、イランが金融大国になるかなと、暗号通貨金融大国になるかなって、そんなね、出発点に立つような気がします。これ一つ注目していきたいところだと思いますね。もう一つはインドなんですよ。インドっていうのは基本的に暗号通貨に対して、まあ、ネガティブ、禁止の体制を取ってきたんですけども、ここのところですね、なんとか暗号通貨を取り入れていこうかっていうふうな、そんなね、動きが多いんですよ。で、その一つ、コインベース、コインベースという大手暗号通貨の取引所、これアメリカのなんですけども、コインベースがインドに仮想通貨の技術拠点を新規開設するということなんですよね。これはちょっと大きいニュースですよ。インドっていうのはもともとですね、さまざまな民族とか習慣とか部族、こういったものが混ぜこぜになっていて、それを一つの国、インドってすることによってですね、実はですね、国家元首っていうのに対して今一つ納得感がなかったりとか、統一された通貨に対して、よく思わない方がいたりとかしてね、いろいろと揉めてるところは揉めてるんですよ。ですんで、よく言われますけども、インドの通貨っていうのは動物の肖像画になってるんですよね。これ通貨を見ていただければ分かるんですけども、でも通常ですね、お金っていうのはその国の元首とか有名人とかね、歴史上の人物の顔がドンと出てると思うんですよ、ね、日本でもそうですよね。樋口一葉さんとかね、それから渋沢諸一さん、渋沢なんとかさんでしたっけね、今度ね、忘れましたね、今出そうになっちゃったんですけどね、まあそういう方とかね、それから聖徳太子とか昔はありましたし、今はね、諭吉さんとかいますよね。まあそういうふうに人間のはずなんですけども、インドは動物なんですよ。なぜかというと、特定の人物を出すと、その民族部族にやっぱり、反感をね、呼んではいけないので、まあ、そういうような動物の絵を描いてるらしいですよ。で、そのぐらい金融で統一感がないところに対して、暗号通貨って例えばビットコインを使うともなると、やっぱりこれはね、資金的にはすごく使いやすくなってくるんじゃないかなっていう考えもあるんですよ。ただやっぱりね、ボラティリティの問題ですんなり使えるかどうかっていうのは、これからなかなかね、いろいろと詰めていけないところはあると思いますけどね。ただインドで仮想通貨が NG から OK に変わっていってるなっていうのは感じます。ですので、このね、インドのね、14億人とも言われている人口が一気に暗号通貨に開けていくと、これはすごいですよ。ということなんで、インドのポテンシャルも考えて、アフリカのポテンシャルも考えて、何がしかの暗号通貨を手にしておくのは、まあ長期でね、いい投資になるんじゃないかなと思っております。ということで、今日は暗号通貨のニュースをちょびっとお届けしました。それではまた。